NHK のテレビの収録があって、アレキサンドロス大王っていうギリシャ時代 の東の方まで大きな領地を遠征できた若い大王がいるんですけど、その人の話をするのに割とやっぱりすごい英雄史的な感覚で持ってきたいような番組だったと思うんですよ。でも私はどちらかというとあの人にはものすごい黒いものしか見えないので、もうやっぱりそのプライドと劣等感をこう払拭するためのこの勢いとコンプレックスをなくすためとで、いろんなものが固まんなきゃああいう力って出ないんで、どん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 行っちゃって、で下手したらもう本当に中国まで行っちゃうんじゃないかぐらいギリシャの領地を広げていったっていう人なんですけど、でも結局熱病で死んじゃうし、やっぱりまあそこまでやるには本当にさっきも言ったようにすごいいろんなコンプレックスの裏返しだった部分があるんだけど、僕トビの仕事しながら少年院とか児童養護施設、まあ、刑務所から雇い入れをやってるんですけど、その若い子たちは本当に承認欲求の塊みたいなのですね。そう、今のアレキサンドロスも完全に承認欲求の塊なんです。もう自分の名前のついた町をもう、ヨーロッパとアジアに57箇所も残してるんです。全部アレクサンドロスというのがついてるんです。俺ここに来たぜ、俺ここに来たぜ、俺すごい、見て俺生まれて万歳、俺よし、そんなに生まれてきたことに対して不安があったのかいあなたはと思っちゃうけどね。でもそうなんですね、やっぱり承認欲求。そうなんですね。で15人も6人もいっぺんに面倒を見て、僕目2つしかないんでそうも見れねえよとか言って長かった2年。そうですね、すごいな、2年半ですけど、あっという間といえばあっという間でしたね。今一番不安なことって何？一番不安なことですか？そうですね、やっぱり仕事をちゃんとやっていけるのかどうかっていうことと、あとやっぱ被害者の人ですね。まあ、自分はしっかり謝罪してお金を払っていけるようになってるんですけど、やっぱりそういう値段と納得してくれない人もやっぱりいると思うんで。まずあれだよね、その自分の生活を安定させることだよね、働いてね。でそこから少しずつ、まあ、体力が戻ってきて仕事も波に乗ってきて、でお金も少し返済できるようになればね、少しずつ。そうですね、自分のことを忘れてるわけじゃないんだなと思って、すごいグッときたっていうか、忘れたかと思うんですけど、でもちょっとどんな顔忘れればいいですかね。ちょっと今考えてるんですけど、今うちに来る子たちって本当に続かないですよね。で情報溢れてるじゃないですか。で、スマホ見ると何やってるかって言ったら、SNS やったり情報見てて、で短時間で高収入とか、日給5万円とかいうの見るともうそっちにビュッと行っちゃう。で例えば僕に借金があろうが、もうそのまま何もなしでいなくなるっていう、その続出。そう、なんか後ろめたい気持ちとかそういうのがないんですかね。あ、その時はないでしょうね。それがだから10年後とか
ある程度して、うん、本人が成長して、ああこういうこと昔あったけど、うん、悪いことしたなって気づく時が来るかもしれないですけど、うん、その時は全くないですね、うん、時々だからイタリアみたいな国から日本に来て思うのは、はい、イタリアっていう国はやっぱり一応カトリック教国なんで、カトリックっていうキリスト教の理念に根付いた教育をみんな受けてるわけですよ、はい、学校の道徳とかも全部あれはキリスト教的道徳なので、はい、すごく倫理っていうのが、ああいうことした 人が傷つくのですよ、愛を持って接しなさいとかね、そういうことがもう子供の時から、なのでそこ その宗教的な倫理観 の暗黙のルールっていう中で生きてるんですよ。でも日本ってそういうのがないじゃないですか、宗教的拘束がないし、そのなんていうか、あるとしたら多分世間体の暗黙の了解の中でみんな動いてるわけですよ。でもそれってなんだろうな、流動的なんで、基本的にこう決まってる倫理観があると私たちって考えるわけですよ、大人になってから。なんでキリスト教であんなこと言ったんだろうとか、これおかしくないとかって思えるんですけど、流動的なそういう世間体っていうのはそういうふうにも捉えられにくいものがあって、すごくだから日本の人って何を軸にその善悪の解釈とかをしつつ生きてるんだろう、やってきてるんだろう。日本で教えている道徳って何が基軸になってますかね。やっぱりそれ自体が時代とともに変わるでしょ、うん、だから江戸時代だったらやっぱり実家侍なんですね。侍、で商人は商人で、うん、まあ、商売上の神学なんてありましたけどね、まあ、世間なんですよね、うん、で世間は暗黙の了解なんですよ。そう、見えないし書いてもないじゃないですか。 それはね、だけど今森本アンリさんという人が異端とは何かって考えてますけど、うん、政党っていうのはだから自己隠蔽性を持ってる、うん、政党ってこういうもんだっていうふうに、うん、意識的に言わない、言えないですよ、走ってこないですよ。そうです、だからそれが外れると分かるんですよ、うん、それおかしいだろうと、だからよく言うでしょ、それじゃ世間は取りませんって、うん、そういう形で再定義されるんですね、うん、異端が発生して、異端が発生することによって、うん、だからまともなっていうか健康な共同体っていうのは、うん、それが持ってる正当性っていうのを説明しないんですね、はい、分析人、はい、だから説明するような文化がヨーロッパにありますね、言われた、言葉で言うわけ。そうですね、うん、言葉すごく欲しがります、みんな、うん、言葉欲しがりますね。言葉で分かりやすく共通 の、 概念を持ちたがるんですよ。この記号が一つあったらみんなそれ分かるよねっていうふうにして安心していきたいっていうのもあるんですよね、うん、言葉にしたい、言葉欲するっていうのは。僕はそこが逆に一番分かんないですね、うん、言葉がない方が安心してられましたね。そうと、それはだからひょっとすると言葉で騙されてるからかもしれないね、うん、戦争終わってね、これ発汗虫でね、普通なんだけど、うん、北海道この色がいるんですよ。この普通銅色なんだ、はいはい、紫色のね。そう、この人何、これドロハマキチョッキリっていう。ああ、チョッキリ、チョッキリです。これは非常に普通だ。先生、ここであれですよ、めまいするまで虫見てるみたいですよ。めまいよ、そうそう、めまいですよ、起こすまで。いや言葉がないじゃないですか、はい、でただ毅然といるんですよ、はい、ただ毅然とこの大気圏のこの地球という惑星の中のこの中で環境の中で生まれてきて生きて死ぬんですよ。そこに理屈も理由も何もないんですよ、はい、彼らは。でも我々は脳みそを、こんだけの脳みそを持ってしまってから、脳みそなんかない方が良かったのに、脳みそが好きなんですよ。いちいち生きてる理由は、存在理由は、承認欲求、はい、いや承認欲求って何さと思うわけですよ。いればいいんだ、ただこう呼吸できてるからいればいいじゃないですかと思うんだけど、何ですかね、そういうなんかその生きてることにいちいち特別な理由付けをしなきゃいけないっていう意味がよく分かんないね、うん、
それでだから困って自殺しちゃったりとか、うんうん、死ぬことがある、そんなことで。あ、なんか最近イタリアも自殺者が増えてきてる。自殺者多いところがイタリアもすごいですよ、もう最悪です。あ、そうですか。最近自殺者が多いのはなぜかっていうと、まあ、まず自分の企業が崩壊しちゃって、もうどうしようもなくなって、亡くなる年配のお父さんが死んじゃう例と、あと子供たちがやっぱり、成績が悪かったんで親に言うのが嫌で死ぬ。そんなことは昔のイタリアじゃありえなかったことですよ。でもこれは今北部のイタリアの方とかで多いんですけど、やっぱりすごくやっぱり経済的生産率の高い地域で増えてくるんですよ、そういうこと。で、生きてる理由がその経済生産性と最終的に結びつけなくなると生きてる理由がないみたいな感じになっていくシーンなんですよ、皆さんの自殺の理由が。なんで人ってそんなに自分の存在に対して弱いんだろうか、弱さというか不安を感じなきゃいけないでしょうね。一つやっぱり社会者動物だからでしょうね、うん、猫なんかそういうことが多分感じないと思うんで。ないでしょう、あれ、うん、見てると。で、猿なんかはやっぱり群れ外れると、うん、嫌なんですよね。だから離れ猿になって次に加入するわけで、はい、そうですね。でも人間もそうなんだろうと、どうしてもそういうものいるんですよ。そうだ、この間本を読んでたら、人ってね、やっぱり群れを作んなきゃいけない生き物なので、群れを作って力を発揮できてなんぼなんですよ。一人じゃ無理じゃないですか、うん、だからアリやミツバチみたいにうわって集団であれば大きな敵にも向かえるっていうものなんでしょうけど、そうしてくるとそういう特性の中にとある脳内ホルモン分泌物がですね、判断をすると、ちょっとでもその中で異端が発生すると、その異端によって自分たちのグループが脆弱になったらどうしよう、あいつがいるせいでうちが弱くなったらどうしようと思うので、自然にそれを排除するものが出てしまうと。で、それが日本の人の場合ことさら強いんだって。オキシトシンとかね、いろんな脳内ホルモンがあって、オキシトシン、それですよね。で、まあそれはね、説明になってるようになってないとか、つまりそういう物質が何で余分に出るかとかね、うん、そういう話になるとまた元に戻るわけでしょ。そうなんですよ、な、うん、で出るかっていうところに突き詰めると説明されてない。脳みそがあるから意識が発生するんだけど、でも脳みそが電気的な活動したら何で意識が出るのか誰も分かんないで、うん、本当にだからこれだって結局分かったように、うん、一つのなんかこう記号というか言葉にまとめて、うん、あーって納得いったように見えてるけど、結局何のか、うん、なんか根本的な理由の説明にはなってないですよね。自殺もそうでね、あれ面白い、個人当たり GDP が上がると、あ、ね、ほとんど比例的に自殺増えるんですよ、うん、あんまり気がつかれてないんですね。あ、そうなんですね、うん、まあ、本当にはっきりしてて、だからスウェーデンとかスイスなんかも日本以上に高いですよ。ああ、そういう意味で言うと自殺率多いって言いますよね。あれでも世界で一番自殺率が高いのって北欧でしょ、ね、アイルランドなんかあっちですよね、フィンランドとか。でもフィンランドとかハンガリーはね、もともと高いんですよ。なんかあれはね、ヨーロッパにアジア系の人が入ったでしょ、うん、それと関係あるんだけど、ね、民族ね、うん、でも相当勇気いると思うんですけどね、うん、自分で死ぬって、うん、いや、もうよっぽど絶望人の壁にぶち当たるってことですよ。さまざまよく考えてないんだよね、うん、なんかね、生き上がりで死んじゃったみたいな、カーってなってるから理解できてないと思うんですもうね、ふわーって頭に血が上ってる状況で、その客観的に自分を見るなんて、もうそんな小技は聞かせられないで、言うままに多分死んじゃうんだと思うんだよね。あの、飛び込んだりとか列車に、あれは本当に瞬間的でしょうね、うんうん、いや、それはね、10年間うつ病の患者さん見てたね、かかりつけの医者がいたわけですよ、プロで。やっぱ死なれたんでね、死なれた、相当ショックを起こしてましたよ。いや、うつ病だから自殺が一番危ないじゃないですか、うん、20年ですか、10年以上見てたで死んじゃった。それでやっぱ死なれちゃった。それで彼は徹底的に調査しようと思って、うん、なぜだって、実はね、2、3時間だけ不明なんですよ、何したか。そうなんだ、だからそこで何か起こって、何か起きたんですね。そう、それで電車が止められちゃった。で、とんでもないかどうかも分かんない。で、とにかく空白の2、3時間があるんですよ。で、そのくらいで決めちゃうんだね、うん、トイレから出たら世界が変わってたとか。そうそうそうです、そうです。ふとしたことが、うん、でも伸びたのシステムってのは意外に脆弱なことを持ってて、クラッシュしちゃうんですよね、多分。そうですよね。だからふとした時の何か魔が差す何かがあるっていう、うん、そんなのがあるんですよね。